インコちゃんの保温アイテム3選。種類にもよりますが、元気な大人のインコちゃんにとっての快適な温度は約20度から25度とされており、特に気温の下がる冬には保温は欠かせませんね。今回は保温に使用するアイテムのメリットデメリットをご紹介いたします。 1. カイロ。どこでも使えてとても暖かくなりますが、酸素を使用しているので密閉空間では酸欠を起こす可能性があります。また使い捨てのことや低温に保ちにくいため、温まりすぎにも要注意です。 2. 保温電球。最も一般的な保温手段の一つで、電球の交換の必要はありますが、温まるのも早く便利です。しかし温度設定できないこと、低温発火、近づきすぎによる火傷の可能性もあります。なのでサーモスタットという設定温度で電源のオンオフが可能なアイテムとの併用や、電球に近づきすぎることのないようにする工夫が必要です。 3. パネルヒーター。インコちゃんが寒いときは自分からピトッとくっついて温まることができ、場所も取らず電気代も保温電気より安いです。しかしカゴ全体を温めることができず、真冬などでは他の保温手段の補助として使いましょう。いかがでしたでしょうか。インコちゃんにいつまでも健康に快適に過ごしてもらえるように、できることは何でもしてあげたいですね。